はい、どうも、今日は試合第2弾です。絶対あの視聴者の方求めてる人はおったと思います。一番バズってるんでね、本日も、はい、チケットを取る、はい、じゃじゃ、今日は阪神対 DeNA の試合ですね。はい、いつものようにプレミアシート、プレミアシートでの2種付きで、プレミアラウンジ付きで、ラウンジ付きで、はい、今から説明していこうと思います。はい、前回お伝えできなかったところをもっとこまごまとあの今回伝えれたらいいなと思ってまた来たんで、ぜひ最後まで見ててください。ひとりさんが戦闘服ですか、戦闘からで僕は今今日戦闘服ちょっと今持ってないので、これからグッズ売り場に突撃してですね、あの戦闘服、同じ戦闘服を買って部署の中に入っていこうと思います。はい、はい、おい、入っていきます。すごい、真っ黄色、すごいな。はい、ちょっとお目当てのユニフォームを探しにグッズ売り場はしごです。じゃじゃん、買っちゃいました。オランピ戦闘ほら、まあ今から来て入っていくんですが、これすごいですね、人の数。はい、ほんまに以上がいるね。そうか、今日が平日のナイターゲーム、水曜日ね、水曜日。あ、これですね、今1位の阪神対2位の DeNA。 はい、これあれは2ゲーム差っていう、2ゲーム差っていうのはどうなんですか、大きい、すぐ縮まるんですか。お、じゃあ日本だと直接対決だから、はい、なんか3つだけ、ただ1ゲームだ。お、なるほど。うん、あ、違う違う違う、もう一回タオルです。今から行くよ。行きますか。うわ、こっからっすよ、こっから。すごい、やばいな。さあさあさあ、入ってみましょう。すごいな、人がすごい。ラスト席ですね。今始球式が終わりました。始球式が終わりました。誰か分からんけど、さあ今からどこに行ってるかと言いますと、プレミアムシートですね。プレミアムシート、まあ、どんなものなのか、まあ、あれですね、プレミアムシートで、はい、これはクッションかな。それはクッションですね。今から僕は背もたれと全然違う。そういうことですね。じゃあ、行きましょう。はい。ベースナースの攻撃は、1番、ライト、スモーク、セバンゴー、サッチュー。え？久しぶりのプレミア。この辺多分ファンの人たち。そうですね。いつものビールっていうのがこれですね。朝日プレミアム生ビール。これ
お皿を2枚ぐらい取りまして、まずはサラダからこんな感じで刺身が入った。あ、でも、いや、なんかこれ、俺らこれ聞いてたら、終わってまうよ。